これ最初のコップです。今回の訓練展示で使用する装備品発射機について説明します。発射機は弾道ミサイルを迎撃できる MAX3 ミサイルを16発搭載することができます。本日は向かって奥側に向かって手前側に MAX3 ミサイル、奥側に航空機対処用の通常弾を搭載しています。今回は隊員がスイッチ操作により発射機を動かしていますが、戦闘時は無人となり遠隔操作により回転させます。続いて低走行機動車です。この車両は上部に機関銃を搭載でき、高い攻撃力および防御力を兼ね備えた地形美の要です。また最高速度は100キロ以上、非常に機動性の高い車両でもあります。Thank you.
日本隊長は今日どこから来たんですか。食べ物は何ですか。ハンバーグ。ハンバーグ。隊長もハンバーガーが好きです。隊長、隊員の動きはどうですか。いいですか。満足だそうです。いい動きしてます。通信から連絡来ました。今から車と後ろのミサイルがつながります。隊長見ててください。今から車と後ろのミサイルが連結します。発車機にトラックが連結されました。連結した状態の車両サイズは、幅は乗用車約2台分、長さは乗用車約5台分になります。前方にありますトラクターはターボチャージャー 12000cc のエンジンを搭載し、ハイパワーでミサイルを牽引します。通信員から間もなく車の準備が完了するとのことです。いかがでしょうか。大丈夫ですか。はい。
可が下りました。準備の方よろしくお願いします。もうしばらくしたらお願いします。隊長、まもなく移動の準備、こちらの発射機の方も移動の準備が完了します。動きの悪い隊員とかいなかったですか？大丈夫ですか？はい、動きの悪い隊員いたら教えてください。すぐ交代します。まもなく陣地変換準備が完了する模様です。まもなく偵察車両の方が移動します。まもなく偵察車両移動します。偵察車両移動。準備が完了し、降車司令官が両隊長に報告します。隊長、出発準備完了しました。ありがとうございます。あ、次に発射機の方出発します。移動開始。移動開始です。これよりパジェロ軽装甲機動車発射機が新陣地まで移動します。先頭を走るパジェロは陣地偵察用車両です。陣地偵察隊は陣地を偵察し、その結果を両隊長に報告します。今から発射機を入れてもいいかどうか、大丈夫ですか？はい。異常なし。異常なし。了解しました。ありがとう。俊介偵察隊員と結音偵察隊員は陣地への展開が可能と判断したようです。両隊長、今から陣地展開します。よろしいでしょうか？はい。では実施します。両隊長から発射機の進入指示が出ました。移動開始。軽装甲機動車と発射機が陣地に侵入してきました。はい。
完了しました。はい、ありがとう。隊長、発射機の位置が確定したそうです。このまま続けさせますか？はい、はい、そのまま続けろ。隊長、今から足が折ります。見ててください。両隊長の命令により隊員は発射機を使用可能な状態へと移行させます。今から発射機とトラックが外れます。見ててください。よろしいでしょうか？はい。今からエンジンが回ります。隊長、前を見ててください。煙がボーって出てきましたね。声が小さいぞ、気合い入れろ。はい、隊長からご指導だ。声が小さいぞ。はい、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 はい。アンテナが接続されました。同様のアンテナが射撃管制装置にも搭載されており、ミサイル発射等の遠隔操作指令を送受信します。Thank you.
遅いぞ、隊長もご立腹で座られたからな。準備が完了する模様です。隊員の手動操作によって射撃方位へと向けられます。発射機が射撃方位へと向けられました。完了しました。隊長、発射準備完了です。ココロさん、ありがとうございます。